まずいなぁ。どうしたの？ああ、渋谷ツタヤがビデオレンタルを開始したの知ってる？うん。っていうかそれ去年からやってるけどね。うん。あとさ、ビデオのヘッドを押し付けないで再生ができるっていう全く新しい方式のビデオデッキが開発されているらしいんだよ。はぁ、それが？このビデオデッキだと古いビデオテープを傷めずに再生できるらしいんだ。だからカビが生えちゃっているビデオテープでもデジタルメディアにダビングできるんだって。いいことじゃん。それの何がまずいの？20年ぶりくらいにみんながビデオテープを見る機会が増えているっていうことだよ。だからそれの何が悪い？貞子だよ。え？みんなが呪いのビデオを見ちゃう可能性が高まってるっていうことだよ。ということで今回はこれで安心、貞子から逃げ切る方法完全伝授。さて、貞子さん、本名山村貞子さんは、1947年、昭和22年に伊豆大島で生まれました。そして1966年、昭和44年夏、かつて南箱根にあった療養所の井戸に落とされて死亡。去年19歳でした。そしてその後、貞子さんは90年代に記録媒体として確固たる地位を築いていたビデオテープに着目をして、そこに見たら1週間後に死ぬ呪いを念写するという技法を使って、全世界を恐怖に陥れたんだよね。今や恐怖キャラとしてお岩さんとかお菊さんと並ぶ存在だよね。彼女が登場する作品群のことをリングシリーズって言うんだけど、これまででテレビドラマ化2回、映画化が8回、海外での映画化が4回あるんだ。で、今回はこの8本の中から貞子さんの呪いから逃げ延びる方法を検証していこうと思う。邦画の8本っていうことだね。貞子さんの呪いにかかると生き延びる術はない、まんじりと死の瞬間を待つしかないと考えてしまいがちですが、呪いのビデオまたは呪いの動画を見てしまった人の中でも生き残った人はたくさんいます。だから皆さんももし見ちゃっても諦めないでください。確かにこうやって見ると生き残りがいっぱいいるっぽいけど、ちょっと違和感を感じるな。少なくとも6人ってどういうこと？それはこれから説明していくよ。さあ、まずは最強の一本、リングからだね。貞子さんの呪いのビデオを見たら最後、1週間後にテレビから貞子さんが出てきて死ぬというやつです。これは簡単だよ。テレビのないところに行くのが正解だよね。いや、それじゃダメなんだ。貞子さんは必ずしもテレビから出てくるとは限らないんだ。車の中だったりバイクの運転中に死んでるっていう人もいるからね。そっか。じゃあ最近は薄型になったからもう安心とかそういうこともないんだね。ないね。リングでは呪いのビデオを見たにもかかわらず貞子さんから生き延びた人物が一人いる。それは浅川玲子です。松島菜々子ちゃんだね。浅川がやった方法は、呪いのビデオをダビングして他の人に見せるというもの。こうすれば死なないんだ。なるほど。ダビングだけじゃなくて、それを他の人に見せなきゃダメなのか。うん。だから生き延びることはできるけど、友達はいなくなるだろうね。友達か。ふ、なんだか懐かしい響きだな。え？ああ、僕にもいたよ。あれは小学生の頃だったかな。ということで、生き延びる方法のその1は分かったね。さあ、次はリングの正当な続編である螺旋だ。この作品ではなんと2人の人物が生き残っている。増えた。しかも呪いを解く方法も別のが出てくるんだ。それはチャンスが広がるね。この映画で呪われた原因はやっぱり呪いのビデオを見ること、それともう一つ、浅川が呪いのビデオについて書いた手帳を見たというのも呪われた原因となっているんだ。手帳？手帳でも呪われるの？うん。浅川は呪いを解く方法を図らずとも2つ実践していたっていうことなんだね。ダビングと手帳、つまり貞子さんの呪いの内容に一手間加えて拡散するっていうのが必要だということが分かったんだ。だから例えば君が呪いのビデオを見ちゃったとして、そのままそのビデオを誰かに貸しても呪いは解けないんだ。ポイントは一手間加えて拡散すること。ここが大事だね。多少めんどくさいな。生き残るためなんだからめんどくさいとか言わないので、生き残ったのは安藤光雄と宮下、佐藤浩一と鶴見慎吾だね。この二人がどうやって生き延びたのかを見てみよう。まずは安藤光雄の場合、これは高野舞ちゃんという中谷美紀ちゃんだね。うん。高野舞というリングで登場した高山隆二の、高山隆二は真田広之だね。うん。だんだんと君の役割が分かってきたよ。で、その高野舞っていうのは高山隆二の恋人的な存在だったんだけど、彼女の体を貞子さんが乗っ取ったんだ。わっ。で、安藤光雄はその高野舞と肉体関係を持った。肉体関係？これによって安藤の呪いは解けた。いや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 、ちょっと難易度高すぎだよ。貞子ちゃんに体を乗っ取られた美女を探して、その美女と、無理だよそんなの。もう一人の生き残りは宮下。彼は高野舞の体を乗っ取った貞子の受精卵に高山隆二の DNA を組み込むという作業をしたから助かったんだ。
むずいよ。 DNA とかそんな知識ないよ。皆さん、こうすれば助かります。難易度高えよ。ほぼ不可能だろう。ちなみにこの映画で貞子さんは死んだ高山隆二と安藤光雄の息子の安藤貴則を生き返らせるという荒行まで行っております。貞子ちゃん万能説だね。まあ、この方法はかなり医学的な知識が必要だったり、この日本の中から貞子さんを見つけ出さなきゃいけないという結構難易度の高い方法なんで、あまり実践的ではないかもしれないね。だからひとまずはやっぱり一手間加えて拡散、これが一番無難かもしれないよね。ということで次、ここからはパラレル世界のお話となるシリーズということになるね。まずはリング2です。浅川玲子の息子の陽一が実は生きていたっていう世界線だよね。この映画では一応高野舞と陽一の二人が生き延びているんだけど、ん？何か問題が？この二人呪われていたのかどうかがはっきりしないんだよね。ほう、呪われていないかもしれないと？高野舞と陽一が呪われていて、プールいっぱいの水を使うことでなんかうまいこと言って呪いは解けたっていう感じで映画は終わっているんだけど、でもこの二人そもそも呪いのビデオをちゃんと見ていないんだよ。なるほど。そのプールの実験で呪いが解けたんじゃなくて、最初から呪われていなかったのかもしれないと。そうなんだよね。あと高野舞と陽一は超能力者なんだ。それはまたずるい設定が出てきたね。しかもこの二人が生き残ったのは高山隆二と深い関係にあったからという側面が大きいような感じがするんだ。だからこのリング2の生き残り方は除外しようと思います。ほーい。ということで次はリング0バースデー。これはそもそも呪いのビデオが出てこない。出てこない？貞子さんが生きていた時代のお話だからね。仲間ゆきえちゃんだね。貞子さんの超能力で死ぬ人はいっぱい出てくるんだけど、貞子さん自身が生きているから呪いとはちょっと違うんだよね。だからこの映画も除外です。ほーい。そして時代は流れて貞子 3D、 これは2012年公開の映画なんだけど、もうビデオテープは過去のもの。要はまさに動画配信の時代となっているんだ。呪いのビデオから呪いの動画になったんだね。呪いの動画となって貞子さんにもいろいろと変化が生まれた。呪いの力が増したのかな。いや、その逆さ。貞子さんの呪いはイージーになって帰ってきたんだ。イージー？貞子 3D では鮎川茜、安藤貴則、そして北川梨沙の3人が呪いの動画を見たにもかかわらず生き延びている。石原さとみちゃんと瀬戸康史と高田ひかりちゃんだね。うん。今気づいたんだけど、君、女の子は全員ちゃん付けで、男は全員呼び捨てなんだね。君だって貞子ちゃんのことをさん付けで呼んでるじゃん。それは呪われないためだよ。機嫌悪くされたらどうすんのさ。聞いてるかもしれないだろ。でも君、貞子ちゃんの発音がおかしいよ。発音がおかしい？どういうこと？言ってみて。貞子さん？ほら、貞子さんになってるよ。貞子さんだよ。ん？貞子さん？サダコさん？違う違う違う。サダコさん。じゃなくて、サダコさん。サダコさん。まあいいや。うん。ていうか、君はサダコさんのことをちゃん付けなんだね。まあ、先に進もう。サダコ 3D のサダコさんは、物理的に攻撃をしてくるんだ。物理的に？具体的に言うと、画面から出てきて首を絞めたりしてくるんだ。あと、長い髪の毛を自在に動かして、それを巻きつけて攻撃してきたりもする。なんか今までの呪詛的なのとはちょっと違う感じだね。で、その物理貞子さんへの対処法だけど、これも物理的な攻撃でなんとかなるんだ。物理的攻撃？わかりやすく言うと、鉄パイプで貞子さんを殴ることができる。あと、物理貞子さんは動画を見た人を画面内に引っ張り込もうとするという性質があるんだけど、それも力ずくで助ければなんとかなる場合が多い。力ずくでなんとかなる？まあ、ただし超能力が多少必要なのかもしれないけどね。また超能力か。物理貞子さんは増殖タイプも存在する。え？なんかコオロギっぽい形をしている増産型貞子さんが出てくるんだ。気持ち悪いと思うかもしれないけど大丈夫。コオロギ貞子さんは音に反応するから、下に落ちているスプレー缶とかを遠くに投げて気をそらしているうちに逃げれば OK さ。貞子ちゃんから逃げられるの？逃げられる。頑張って走れば意外と逃げ切れるんだよ。新時代だなー。ただ、その際気をつけないといけないのは髪の毛なんだ。長い髪の毛を自在に使いこなしてくるから、ハサミを持っていた方がいいかもしれないね。ハサミなんてそうそう持ってないよ。うん。じゃあそういう場合は大声を出せばやっつけられるかもしれないから、試してみて。大声？大声で、周辺にいるコオロギ貞子さんを全員消滅させられる可能性がある。ただしこれも、超能力が必要かもしれない。だから超能力持ってないんだよ。試すだけ試してみなさいよ。できるかもしれないんだから。あと、
今回の貞子さんは物理攻撃以外にも対象の精神を乗っ取って屋上から飛び降り自殺をさせようとしたりもするから、そういった場合は気をつけてね。精神を乗っ取ったりされたら対応のしようがないじゃん。そうなんだよね。だからこういう場合は誰かに止めてもらえば大丈夫だよ。止めてもらう？これは超能力とかはいらない。名前を呼んだり手を引っ張ってもらったりすればすぐに正気に戻るから、それで大丈夫だ。あと最悪の場合、もうどうしようもないっていう風になったら、自分のスマホを壊せば貞子さんは消えるよ。は？ただこれで消えるのはとりあえずだから、まあ一旦体制を立て直す時間が稼げるっていう程度に考えて。でもまあ物理貞子さんにしてもコオロギ貞子さんにしても、はっきり言ってイージーだね。叩けるから。叩けるし逃げられるからね。なんか呪いっていうよりもモンスター化している感じがするね。さあ次だ。ここからは多少厄介になってくる貞子 3D2 です。この映画に関してはもう呪いの動画とか呪いのビデオとかそういうんじゃなくて、貞子さんというか貞子さんの子供というか、そういう存在に目をつけられたらその瞬間に一方的に殺されるという感じだね。その瞬間に？一週間後っていうのは？もはやそういう時間制限とかはないみたい。普通にパソコンとかスマホを見ていると、コンピューターウイルスに感染したみたいに画面がザザザーってなって、それで死ぬの。それで死ぬのって、つまり貞子さんの願望だった呪いの拡散という概念自体がもうなくなっちゃっているんだ。ただただ無差別に人を殺すだけという殺人マシーンになっちゃってるんだ。だからこの貞子さんというか貞子さんの子供というか、そういった存在に目をつけられたらもう無理です。もう無理なの？もう無理なんだね。これはもはや運ゲーです。このタイプに出会ったらもう諦めてください。対応する時間がまずないです。これはある意味最強タイプの貞子さんというふうに思ってください。で次、貞子の貞子さんです。この貞子さんの呪いも貞子 3D2 と同様、呪いの動画とかじゃなくて、もうそもそも呪われてるかどうかすらわからない、呪いというものが存在している世界なのかどうかすらもよくわからないという感じになっちゃっているんだよね。どういうこと？なんか貞子さんの生まれ変わりとかいう女の子をめぐる話で、なんか最終的には貞子さんの生まれ故郷の伊豆大島に行くんだよ。はぁ、呪いは？貞子さんの生まれ変わりだっていう女の子は超能力を使えるんだ。うん。で、その超能力を使ってポルターガイスト現象を起こしたりとか、まあいろいろするんだよ。うん。で、主人公が秋山さんという人なんだけど、池田エライザちゃんだね。あ、久しぶりにキャストの名前が言えたね。そうなんだよ、タイミングがなくてさっきは言えなかったんだ。あの貞子 3D2 の主演は滝本美織ちゃんだよ。で、なんだかんだあって、その主人公の秋川さんの弟が YouTuber でカズマっていう名前なんだけど、そのカズマくんがどうやらなんか呪われたのかどうなのか、なんとも言えない感じで伊豆大島に一人で行方をくらましてしまうということが起こるんだ。で、弟を心配して秋川さんも伊豆大島に行くということになる。ほうほう、それで？そうすると伊豆大島にある洞窟の中で秋川さんはカズマくんを見つける。ふんふん。カズマくんはなんとその洞窟の中にある沼に貞子によって引っ張り込まれようとしていたんだ。おうおうおう、それ大変だ。だから秋川さんは弟のカズマくんを力ずくで沼から引っ張り上げて助けた。また力ずくか。ということがあったから、これで、貞子さんからの呪い、ちょっと待って、力ずくで弟のカズマくんを引っ張り上げて、それで助かったの？それで助かったの。だからまあ頑張れば助かります。なんじゃそりゃ。ということで最後はスピンオフ的な作品、貞子対カヤ子だね。戦っちゃったか。戦っちゃったんだよね。ただこの映画では中古のビデオデッキを買ったら呪いのビデオがおまけとしてついてきたっていう呪いのビデオ復活の作品でもあるんだよ。で、意外と今まで誰もしてこなかった巫女さんにお祓いをしてもらうという方法が登場します。おお、そういえば一番オーソドックスな方法なのにもかかわらず今まで一回も出てこなかったね、お祓いね。で、最初のお祓いはうまくいかなかったんだけど、その巫女さんの紹介でやってきた慶蔵というあんちゃんと玉尾という子供がなんとそういう界隈のエキスパートなんだよね。化け物語だね。うん、完全に化け物語の推しのめめと推しのしのぶのキャラです。で、この慶蔵さんになんとかしてもらうというお話になるわけだけど、まあ何らかのつてがあったりとかすれば、こういうエキスパートに頼むというのも生き延びる方法としてはワンチャンあるかもしれないという感じがあるね。かもしれない？うん。その、貞子さんに呪われちゃった主人公の倉橋ゆりさんが、山本みずきちゃんだね。倉橋ゆりが最終的に助かったのかどうかがよくわからないんだ。だからなんとも言えないんだけど、その、推しの、じゃない、慶蔵さんは結構自信がある感じで登場してきているから、まあ、いけるのかもしれない。頼んでみる価値はあるかもしれないね。
ということで、ビデオが少し身近になってきた現在、万が一呪いのビデオを見ちゃった場合の対処法を検証してきたわけだけど、ここでおさらいをしましょう。まず最初に見極めるべきなのは、どの貞子さんなのかだね。結構バージョンがいろいろあるからね。まずパッと見ですぐわかるのは画質だね。画質？正統派の貞子さん、つまりリングとか螺旋の呪いによって人を殺して、ビデオに一手間加えて拡散すると呪いが解けるというタイプ。この貞子さんはアナログ世代だから画質が荒いんだよ。はぁ、あ。だからまずそこを確認する。そして、前髪の有無だね。昔の貞子さんは髪の毛が全部もう、こう、なんか前の方に来ちゃってんだよね。それに引き換え、新しい貞子さんには前髪があるんだよ。だから顔もよく見える。で、昔のアナログ貞子さんは髪の毛がボロボロのボッサボサなんだよ。でも、新しいデジタル貞子さんは綺麗にトリートメントがされている。で、髪の毛の長さもくるぶしぐらいまですーごく長くあるんだよね。昔の貞子さんは見て、そんなに長くはないんだよ。で、この二人の貞子さんによって対処の仕方が変わってくるんだけど、画質のいいデジタル貞子さんの場合、まあ、これは通称物理貞子さんだね。この物理貞子さんは叩けます。なので、これに出会った場合は、鉄パイプのある場所に急いで移動しましょう。わざわざ？で、叩く。または、大声を出す。走って逃げる。これらで回避ができます。で、最悪の場合、自分のスマホを破壊しましょう。時間が稼げますからね。いや、スマホの破壊は簡単なんだから、まず最初に試そうよ。いや、でもデータが、思い出の写真とか進行中のゲームとかもあるから、これは最後でいいよ。そうなのかなぁ。まあ一番問題なのは、貞子さんというよりも、貞子さんの子供とされる存在からの攻撃だよね。この場合は対処法が今のところ皆無です。皆無か。そもそも攻撃対象が不特定多数だし、目をつけられた瞬間に死にますから、もうどうしようもないんだよね。困ったね。貞子さんの子供の場合は、もう運ゲーです。これは呪いによって殺されるというよりは、マシンガンで撃たれるということと同じだと思って、目をつけられたら諦めるしかないと思ってください。なんだよそれ。もうこれだけはしょうがないんだよ。貞子さんの子供には近づかないというのが最善策だね。難しいなぁ。まあ、そういうことで、皆さん結構貞子さんに呪われたらもうおしまいだと思っている人も多いと思うんですけど、バージョンによっては意外と逃げ切れます。もし呪いのビデオを見ちゃっても諦めないで、この動画を思い出してください。この動画を見たことのある人とない人では、生き残る確率がかなり変わってきそうだよね。みんなが貞子ちゃんの呪いで死なないために、この動画もいろんな人に拡散してもらって、いっぱいの人に見てもらいたいよね。うん。あれ？ちょっと待って。死にたくなかったら拡散してって、これ、貞子さん理論と同じじゃね？おや、ここは？ここは、ツタヤブックガレージ、福岡市名。ツタヤ最大級の書籍の品揃えを誇る大型店だよ。早速入ってみよう。ちゃんと手を消毒してっと。いきなり古本買取カウンターがあるね。うん。ここには常時40万冊以上の古本があるんだ。もちろん新品の本だって10万冊以上。すげえ。おっと。店内に入る前にキャンペーン内容のチェックを忘れずにね。損しちゃうよ。損は嫌だ。そして入り口は、なんと自動ドア。すげえ。そしていきなりこれだ。おお。すぐわの書籍。お暇なら本で映画の話でも、が置かれています。ありがとう、ツタヤブックガレージ、福岡市名。ありがとう、ツタヤブックガレージ、福岡市名。さあ、左に曲がろう。ここにはカフェ、ハニーコーヒーがあります。ここだけの話、ここのコーヒーは店員さんたちにも大好評らしいよ。お、すぐわ、飲むのか？どうだ？うまいか？実はコーヒーを持ったまま本を探し回ったっていいんだぞ。へえ。じゃあ僕はロコモコ風ハンバーグプレートご飯大盛りを食べながら歩こっかな。皿に乗ってんだよ。ちー、あ、隣にもなんかお店があるね。食パンラボフルフルだ。はっきり言ってこのゆだね食パンはめちゃくちゃうまい。もっちりしっとりなんだよ。うまいんだよ。でも一番人気は栗とマカダミアらしいね。お前の中ではな。いや、僕の中じゃなくて客観的に栗とマカダミアが1位なんだよ。ほら、これ見て。1位ってか。ほら見てみろ。トイレもあるぞ。本屋さんでトイレに行きたくなることを青木まりこ現象って言うらしいね。みんな、トイレは早い者勝ちだ。急げよ。お、ここはキッズコーナーだね。店内の敷地がとにかく広大だから、キッズコーナーも広いスペースを確保している。僕、ここがいいな。うん、じゃあここにいなさい。邪魔だから。僕は先に進むね。さて、文具コーナーがあって、そして書籍。さっきも言ったけど、常時40万冊以上の古本が置いてあって、しかも価格もリーズナブル。
なんと88円の本なんてのもあるんだ。88円は価格破壊だね。お、戻ってきたのか。このアメリカ西海岸をイメージした店内にずらーっと本がもうこれでもかというぐらい並んでいる。これはちょっと信じられない量だね。中古新品合わせて50万冊以上ってことだけど、50万冊以上って何冊？さあ、ここからはレンタルコーナーだ。やっぱツタヤといえば映画レンタル。そしてここにはすぐわかるの特設コーナー。ここでしか見れないすぐわのおすすめ映画紹介の動画が流れているね。すぐわによるコメントカードもあるね。その数なんと100タイトル以上。定期的に入れ替えながら展示されるみたい。とりあえず次の休みはツタヤブックガレージ福岡市民に行ってみよう。すぐわかるお、すぐわかるおのお暇なら映画でも。